皆様どうぞそのままでお待ちください。それでは斉藤実行委員長、開会宣言をよろしくお願いいたします。実行委員長の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。開会宣言、皆様にはご多忙中にもかかわらず多数のご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。平成30年2月13日葛飾柴又国の重要文化的景観として選定されました。柴又の人々が代々大切に守り育んできた歴史、文化、そして町並みがこのような形で評価されることを心から嬉しく思っております。そしてこれを祝賀するイベントを覚悟盛大に開催することができたのは、ひとえに本日ご臨席いただきました皆様方や関係者の皆様方のご協力とご尽力によるものと心より感謝を申し上げる次第でございます。主催者を代表いたしまして皆様方へ感謝と気持ちを込め、またこの下又の風景が脈々と後世とつながっていくとご祈念をしまして、ここに葛飾柴又重要文化的景観選定記念イベントの開会を宣言いたします。